どうも山田英夫ですさて今日も最近なんかちょっと今日持って言いかけましたが最近あのスタッフの教育的動画が多い気がします前回も確かそれでしたねコメント力をつけるためにどうしたらいいかっていう話をしましたが、うん、今日もここ 1>, えー、1週間ぐらいですね、スタッフたちとのやり取りを聞いていて感じたことっていうのをお話ししたいと思います。なので、最近の山崎はなんだか、スタッフ教育動画多いなというふうに思う方は是非、ぜひスルーしていただいて、えー、でもうちの事務所のスタッフはこれ、スルーしないようにしていただきたいと思いますね。あの基本的にはス,ラッスタッフへの,あの業務連絡的な、業務連絡っていうのかな、コミュニティデザインよる上でこうした方がいいんじゃないっていうアドバイス的な動画ですから。 でそれを表に出すもものののののとと出出さないいいっていううがあるというのの出すバージョンですのでね、うん、一般の方々がスルーしていただいてもうちのスタッフの皆さんはぜひ見ておいて聞いておいていただければと思いますまあ耳が痛い話だって思う人も何人かいるしああできてるできてるっていうふうに思う人も何人もいるだろうと思いますそれからあのコトサラスタジオ L のスタッフがこれができてないあれができてないということをですね公にしたいわけではないとそれは 本来、自分が今やりたいことではないですから、あのスタッフの個人名を挙げて、ここでそれを話しするということはないわけですけど、この動画を見て、あこれは私のことだと思ったら、あれは私のことですよねって、個別にメッセージしておいてくれれば、こっちは確認になりますね、おお,お気づいた、気づいた、みたいな感じになると思いますので、ぜひ、えー、お気づきの方はですね、えー、ご連絡、ご一報いただければと思います。これ業務連絡でした <laughs> えー、何について話をしたいのかというとあのーまあまスタジオよルのスタッフのファシリテーションとかですねあとあのワークショップでも立ち振る舞いなんかを見ていてもうだいぶ昔です10年前ぐらいからですねあの何かのスタッフに「相づちの仕方を変えた方がいいよ」っていうふうに言ってきたことがあります。 これは、えーまあ、ワークショップの参加者の人たちに対してですね、えーまあ、僕らの仕事は聞くっていうのがまず第一の仕事ですからで、この聞き方にも何種類も聞き方があるというようなことは、これは本人も書いたことあるし、うちの事務所のスタッフたちもみんな共有してると思います。何かその、肯定して聞くとかですね、共感して聞くとかですね、質問を投げかけて聞くとかですね、なんかいろいろと。 聞き方っていうのがあるわけで,す、ねえー、で、まあそれを共感しながら聞くとかっていうのが大事だって思ったスタッフはですね、えー、なるべく共感しながら聞こうとするんでしょうがその「私はあなたに共感してますよ」っていう表現がんどうもちょっと違うそれじゃないんじゃないっていうふうに思う相図を打っている時があるんです。ででも本人は気づいいてないですね あのそれがちょっとまずい相づちなんだってことを気づいてない場合が多い当然気づいてないからずっと続けてるわけですね誰かが気づいたらそれ言ってあげなきゃいけないんですけどなかなか後輩から言えないだろうしあまあうちの例えばプロジェクトリーダーの癖だったりとかすればそれはもう誰が指摘するかって僕が言うしかないわけでだからまあ僕がだいぶ前から言って言いますでそれは あのー、いくつかあるんですが相づち一番面白かったっていうかですね面白かったえー、そうなんだと思ったのはそうなんです」っていう相づち「そうなんです」っていう相づちがあるんですねあるんですねっていやあるんですよあるんですけどえっと「今日は寒いですね」 って話になった時にそうなんですっていうのはいいと思いますし、スタジオエルさんって大阪から来てるんですよね？って言われた時にそうなんですっていう。これは全然おかしくない相槌ですよね。ただ！このこの町がこの町がより良くなるために何したらいいと思いますか？って言った時に。 私はあの子育てしている方々が集まってお互いの悩みを聞き換えるような場所ができたらいいと思いますっていう意見が出てきたときに「そうなんです」っていう相づちはおかしい気がするんですよね。でもこれがおかしくないと思っている人もいるみたいなんですよ。そのどん,なんかいいアイデアありますかって言われて相手がアイデア出してきたら「そうなんです」っていうのは <laughs>。 共感してていい打ってることとにならなならんじゃないかと「そうなんです」ってどういうこと、えっと、もうその子育ての人が集まって相談し合える場所を作ったらいいって自分で今思ってたってこと私が言う前から。っていうふうに思われちゃうわけですね。ところがあのこの「そうなんです」っていう相づちがそういう意味を含んでるとは思わない地域っていうのがあ,あるらしいんですよ。これも本当にそうか分かんないですね。で僕も「そうなんです」って他の人がその地域で相づちしているのを一度だけ聞いたことがあるので。 この地域の方言なのかしらっていう話で一回盛り上がったことがあるんですがまあ方言だったとしてもですねそれはあの曲解されるので別の地域では違う意味に取られてしまうのでそうううななんんですすっってていいいいいはやめたた方ががいいじゃないかっていう話をしたことがありま,すまあその本人はなおだいぶマシにはなったんですけど油断すると出てくる「そうなんです」っていうのが出てくる時があります。 あ,あるいはそれに近いのもあるんですよね相槌としてねいくつかあるんですがただ今日はですねその話がしたいわけじゃないんです。あのまあ、ファシリテーションをやっていく上で住民の人たちの意見に対してどううなずくのかどう相槌を打つのかっていうことは大切だっていうのはこれ今日話したいことではなくて前々からスタッフたちに言ってることです。前々から言ってることとでそのの相槌打ち方だと、まあ ありに言えば損すするよっていうことですねワークショップに参加してくれた人がなんかうんって思うっていうそれだと物事が進めにくくなるわけだからうーん相づちの仕方っていうのはちょっとよく考えた方がいいねっていうそんな話はあの過去にだいぶ前にしたことなんですねでところがこの相づちがですね損するよっていうのは実はワークショップの場で住民の方々に対して損するだけじゃないんですねより、えー、身内にも損すると あの事務所のスタッフ同士の会話でも損することになるんですよそのことについて話をすると実は言い訳っていうのにもつながる損の仕方っていうのになるので今日はその話をしたいなと思ってますね。えーまあ、例えば自分事務所の中でですねあ,あるプロジェクトが進んでるとしてこのプロジェクト担当者がねこのプロジェクトでちょっと悩んでると。 うんまあ、こ,うこういうふうにしたらいいかなと思うんだけどもでも一方でそれに反対する人たちがいてで役所はどうしてもそっちで進めたいと思ってるんだけど一部の住民が反対しているまま進めるのは難しいと思うんだとこういう場合どうしたらいいんでしょうねっていうような話をした時に、まあ、アドバイスが欲しいわけですよね。じゃあ、まあ、先輩でですね、まあ、僕がですねね僕僕がが うん、確かに難しいね難しいねじゃあじゃあじゃあえー、っとこういうふうにしたらどうだろうこういうふうにしてあのこんな話し合いの仕方にしてでこの辺りで話をなんか落ち着けておくとでそうするとこっちの人に対しても行政の人に対しても、まあ、まあどっちも顔が立つしどっちもいいなって思うような話に、えー、なっていくんじゃないって言った時に相手相談してくれた人がですね「そうなんです」って アイツちを打ったら、うんと今僕がアドバイスしたことは全部分かっていたってことですかっていうふうになりますよね。そうなんですって言われちゃうと、で、それはなんかまず小さな意味ではうんと分かってたらならなんで聞いたんだいっていうふうに思うというのと、それからあなたが分かっている範囲のことしか僕は言えてないっていう意味ですかっていうふうには思えるんです。 でもこれよくよく聞いてみると単なる相づちだってえっと自分では想定もしてなかったんだけどすごくいい話が聞けたので「そうなんです」って相づちを打ったということのようなんですよ。というのはまあなんだろうなこうちょっと例が難しいんだけど「そうなんですそうなんです」って相づちを打たれるのを聞いていて。 そんんなに分かっっっててててたのって思って試してみるるがあるんですよこれ試されたスタッフ何人かいるかもしれませんけど「うん、えこういうふうに考えたらいいんじゃない?」って言ったら「うん、そうなんです」って言って「おだよねお分かってるよね?」だからそういうふうに考える時やっぱり思考の背景にはあラスキンのあの哲学みたいなやつあのラスキンの哲学みたいなやつっていうのはまさにそれと一緒だからあのラスキンの言葉みたいなのを引用して「 あのワークショップ進めてだからそういうラスキンのやつをこう入れていけばいいと思うんだよ。ただその時具体的にどんなワークすればいいかっていうとって言おうと思って具体的なワークを言おうと思って「ちょっと待てよ」と「これなんでそうなんですそうなんです」全部わかってるんだったら具体的なワークの話を僕が今言ってもねこういうワークショップをやればいいんじゃないって言っても 多分返答はそううななんですになるだろうかな一回ここで止めてやろうと試しにね止めてやろうということで具体的なマークはさ、えっと、つまり何をやればいいって考えてんのって相手に聞くと何 <laughs> でしょうね具体的にはちょっと分かんないですねってなるんでおいおいおい。 そうなんですじゃななないいいいんだかななんで具体的なワークまでは思いついてないのかじゃあさっきのラスキンの話までは思いついてるしその前までも思いついてたけどその具体的なワークは思いついてなかったってことねって思いながらああなるほど思いついてないわけねわかったわかったあのだから具体的なワークで言うと あのやっぱりここはグループワークの中でもオープンスペーステクノロジーみたいなやつを使っておいてあのいろんな人とこう混ぜこぜになりながら話し合いができるっていうそのやり方っていうのが一番このラスキーの話とつながるワークなんだと思うんだよねって言ったら「そうなんです」っていうっていうもうなんかこうこの「そうなんです」っていう相図はですね 共感している相づちのように見えるんだけれどもうんとあなたの言っていることは事前に私はもう分かってましたよっていう相づちのように聞こえる。で何が損するのかっていうとアドバイスした人ががっかりするっていうことだけじゃないんですよ。これですねその相づちの癖を分かっている人は。 あのなんだアイディアもないのにそうなんですって言ってるなってそれでちゃんと理解してくれるんですけどこの相づきの癖を分かってない先輩の場合勘違いしちゃうってことなんですよおそうなんですあなんだ分かってたのかじゃあもうちょっと深いアドバイスしてみようさらに深く言うとこうだよそうなんですあこの深いのも分かってたんだやるなこの人で具体的にはねこういうふうに何なやり方で進めたらいいと思うんだよそうなんです そこまでも見抜いてたなと先輩がですねすごくできる人だと思ってしまあ、ま、先輩にですねすごくできる人間だと勘違いされてしまうことこれはそんなに悪いことじゃないっていうふうに思う若手がいるかもしれませんがそう思った先輩はあれだけ深いところまで考えられるスタッフなんだったらあのプロジェクト任してみようっていうふうに思って。 なんか結構深いところまで考えてるしさ今度ここの部分ちょっとやってみてよ企画考えてとか言って渡されちゃうんですよでも本人は何にも考えてなかった何にも考えてないと言い過ぎだけどそうなんですっていうふうに言っちゃってただけなので具体的に企画出せって言われると何にも出てこないですあるいは出てきた企画がとても稚拙で。 あれだけ深い角度あるいろんな角度からの話に対して全てそうなんですって理解できていた人が事前に自分と同等の考え方がちゃんとできてた人がなんでこんな企画しか出せないのって落胆されるんですねつまりそうなんですっていう相づちによって自分のレベルを相手に対して上げちゃってたんだけどえっと実はそれってただの相づちの癖だったとレベルはそんなに高くなかった。 だけど、相手が勘違いして、そこまでできるなら、この企画お願いねっつって、それぐらいのやつが出てくるかと思ったら。自分の実力しか出せなかったので、なんだ、できないじゃんっていうふうに思われてしまうという。これは、そんなことなんですよね。で、これと同等の、あの、相槌ってのはいくつかあります。あのね、もう一人、他の人なんですけどね。そうですよね、っていう、相槌。これもすごい多いんですよ。そうですよね、っていう。 この「そうですよね」っていう合図値も共感して聞くの一形態だと思っているようなんだけれども私もそうう思っってていいたんですすよっていう響きを持ちますねこう,こういうワークショップで困った人が出てきた時ねどうしたらいいんでしょうねって話になってた時に先輩が「えそれだったらこういうやり方にしたらいいんじゃないの?」と「やっぱそうですよね」 って言うんですよね分かっとったんかやいと今わしが言うたアドバイスはお前の想定内かいっていうふうに先輩が思うわけですねこれがさっき言った一時的な損してるっていうところなんですけどああ君も分かってた分かってた、うん、うんででもそれってさあなた一人でできるわけじゃないよねだから多分ねうちのスタッフ二人ぐらいがかりで両方向から ちょっとこう言ってみてみこっちからフォローしてこう言ってみてっていうやり取りの中で本人の気持ちをほぐしていくっていうそういうやり方するといいんじゃないそうですよねで、それは全部ですねなんかねうすうす私もそう思ってたんですけどやっぱりそうですよねっていう相づちなんですよねこれはねさっき言った一時的な面で言うと先輩が ななんか全部想定内だだっっったっててて思思われてる感じだなって思うそれからもう一つはさっきも言いましたが「なんだ今俺が言ってるやつ私が言ってるやつ全部想定できてる人なのでやるじゃないのこの人」って勘違いしてしまう「やるじゃないのこの人」って思って別の機会に結構もうなんか経験積んでいろいろね発想できるみたいだから一回この企画考えてみてとか「次回のワークショップちょっと自分で回してみて」できるでしょうって言われて。 やららてみたボボロボロ企画考えてみさせたら全然出てこないでこれも期待値が上がりすぎてんですよだってこっちが言ったことに対して「そうですよね」って言ってたってことは、まあ、大体想定できてたっていうぐらいの思考の深さであったりとか発想力だったりを持ち合わせてると勘違いされちゃってたわけですからねだから「そうですよね」っていうのはもし本当にそう思っていたものをアドバイスされたんだとしても でもなんか違う相づしに従えた方が良かったのかもしれない。これ住民のワークショップも全く一緒なんですよ。なんかこうめちゃくちゃ単純化して言うと初めて行った地域に「えこの地域の特産品って何なんですか?」「この地域の特産品まんじゅうだね」「ああそうですよね」これもおかしな返事なんですよ。おかしな返事で「そうですよね」っていうっていうのは まあ、薄々まんじゅうだって気付いてましたけどやっぱそうですよねっていうふうに響いちゃうので住民からしてみれば何や知っとんのかいとほな何で聞いたんやっていうふうになっちゃうし、えー、住民が勘違いしてくれた場合はおこの人事前にめちゃめちゃ調べてるなリサーチ力あるなって勘違いされちゃってでこの人は結構な調査能力を持った人だと思って 会話してたら実は全然そんなことだからいずれにしても共感して聞くだと思って使っている相づちがうんと逆効果であるっていうことがめちゃくちゃ多いなと思ってますね。もうこの時点で何人かのうちのスタッフたちはですねこれ私のことだっていうふうに思っているだろうと思いますがあのぜひですねそれ気づいてない人は気づ,いて気づかせてあげてください。なんか他のスタッフがねあの山崎さんの動画あれあんたのことだよって言って。 マジで私そんなん言ってますみたいに <laughs> 気づいてもらえればと思いますね。僕も気づいたら気づいた時にどんどんズケズケ言うようにしてますからの何人かそれをね言われた人もいるだろうと思いますしまだ言ってない人もいますからぜひ気づいてもらいたいなと思いますね。だからその意味では「そうなんです」の人に対して僕が言ったのは「そうなんですか」をつけたらいいんじゃないかって言ったんですね。「そうなんです」「そうなんです」ってあずつじゃなくて。 そ「そうなんですか」ってこの「カーつくだけでこの地域特産品はまんじゅうだよ「そうなんですか」ってもうこれだけでとりあえずね私は知らなかったけれども今いい話を聞けましたってことなので相手も知らなかったことを伝えられてよかったって思ってくれるし先輩も「あ,あ君はそれ知らなかったのね」っていうふうに思えるので妙に。 後輩のレベルが高いいって勘違いしなくて済むので後から落胆しななくて済むとというこでですねなのでそうなんですかっていうふうにしてあげた方がいいと思うそうなんですで終わりそうになったらそうなんですかって言った方がいいしでもこれ毎回毎回そうなんですかそうなんですかって言ってるとこれもなんかこうちょっと変な感じがしてきますよねさっきの「そうですよね」もやっぱりやめた方がいいですね「そうですよね」「やっぱりそうですよね」みたいに聞こえちゃうんで。 自分の想定範囲内でしたがやっぱり私とあなた,あなたは私と同じくらいのことを考えてたんですねの響きが出てきちゃうのでそれはあのアドバイスした側が落胆するということやあるいは変に勘違いされちゃうと自分と同等レベルのことを考える力を持った人だって勘違いされ後で実力がばれて落胆するということになるのでどちらとしても得策ではないということですね。 じゃあ山崎お前はどうしてんだっていうとまあ僕はでき自分ができないこともこうやってズケズケ言うっていうのが自分の役割だと思ってはいるんですが意識していることとすれば2つぐらいの言葉で相図地を打つかなまあそうなんですねはよく使いますがそうなんですねとねあともう1個あの口をついてよく出るのはなるほどですねなるほどでこれは僕の恩師がそれを言ってたんですよずっと増田先生っていうね あの大学時代の恩師がこれ増田県の人はみんなね真似してたからよく知ってると思うんですけど「なるほど」っ,っ,って思ってくれてないよねって思うような時僕が喋ったことなんて絶対先生なるほどって思ってないよねって思うんですけど「なるほど」って言ってくれるっていうでそれも先生を見てるとあの委員会とか別の人と喋ってる時も「なるほど」って聞くんで。 でそれはまあなるほどの話をしてるんだと思う偉い先生同士が喋ってるわけだからねすごい高レベルな話をしててうちの僕の恩師もなるほどって思ったからなるほどって言ってんのだろうねと思ったんですよでゼミの時に僕と喋ってる時に「なるほど」って言われた場合はあんまり「なるほど」と思ってないだろうなって思いながら言ってましたがでも悪い気はしないので僕は結構ねそれが大学院まで行きましたからね4年ほど先生の指導を受けてるんでなるほどかやっぱり。 癖になっちゃいました、ね、あの先生ほどの声の低さとこう大きさでは「なるほど」みたいには言わないんですが「なるほど」「なるほど」みたいなことは言いますね。なるほどそうですか「なるほど」っていう、うん。それはよく使っていますね。あとね「まさに」っていうのも使いますね。「なるほどまさに!」とかね。 確かかにとかねこれを使いますねね確かかにとか、ね、でこの辺りも「確かに」っていうのは僕は思いついてなかったけど言われてみれば確かにっていうのの略なような気がするんですよだから確かにって言っている時点で私はそれを思いついてませんでしたって言えてるような気がするので「確かに」とか「まさにまさに」って言っちゃうとそうそうこっちが想定してたって感じになっちゃうかな。 まままささににととかっっっっててていうううははここちもそ思しただから「まさにまさに」っ,っ,ううっ,っ,って使う時はまた違う時ですね「確かに」っていうのと「なるほど」っていうのと「そうなんですか」っていう時と相槌としてはこの辺りはえっとこっちは思いついていませんでしたっていうふうに伝えられるような相槌だと思います。他にもあると思いますね。他にもあると思いますがだからそういうふうに相手に勘違いされないような相槌を選ぶ 癖というのかな、まあ、その3種類ぐらいを織り交ぜながら何度もうなずいていればうん変な感じにはならない気がしますね。なるほど確かにそうなんですかあそうかそうか確かにとかね全部これはこっちが思いついてないっていう時の相づちなんでね「そうなんです」とかね「そうですよね」とかね。 これ言っちゃってるともうあのこっちもそう思ってましたけどやっぱりそうですよねとかうんそうそうこっち思いついてましたけどねまさにそうなんですよって言っちゃってるっていうだからそうなんですよみたいなもんなそうなんですそうなんですよではなくてそうなんですかって言った方がいいだろうなと思いますねこれ結構ね何人かいますスタジオの中にも恥ずかしながら何人かいますね、はい もう一つは、ですねあんまり多くはないんですけど、無意識でしょうね、口をついて言い訳が出てきちゃう人がいるんですよ。これ、言い訳が成功すると大変なこと、損するんですよね。言い訳が成功すると得するって思っちゃうかもしれないけど、無意識で出した言い訳が成功しちゃうと、ですねさっきと同じです、期待値上がるから損するんですよ。でもそれに気づかないということがありますねこれ具体例が数日前にあったんですけどね。 あのーまあ、あるプロジェクトチームがいたんですよ。で、このチームが何人かいて、でそのチームの中にですね、あのー、こういうことについて検討しておいてくれっていうふうに言ったんです。でこういうことについて検討しておいてくれ。で、僕はね、こんなのがいいんじゃないかなって思うってう言おうと思って、それ1回止めたんですよこの。このチーム、このチームに考えてもらいたかったからで僕のアイデア以外のアアアアイイデデ以外が出てきたら。 そっちの方がいいアイデアだったらそっちが欲しいと思ったのでちょっと僕は言わんとこうと思って言いかけたんだけど音声メッセージでチームに言ったんで言いかけたんだけど途中で止めたんですねちょっと考えておいてくれと、うん、でその何日か後にねえまあそのチームのみんなが集まってご飯食べてる時があったんですがその時にそのチームの代表がですね山崎さんと。 この間依頼されたやつちょっと考えてみました」って言ってアイディアを説明してくれたんです。でその説明をしたのは僕もその彼からアイディアの説明初めて聞いたんだけどそのチームのメンバーも全員初めて聞いたんですね。で全員初めて聞いて「今のアイディアどう思う?」って聞いたんですね他の人たちにでもっと他のアイディアないのって「あなたどう思うあなたどう思う?」って1人ずつに聞いていったんですよ。 そしたらまあその今のアイディアもいいけど私はこういうふうに思います私はこういうふうに考えました私はねすごく似てるんですけどこう思いましたとかっていう意見がいろいろ出てきたんですねいろいろ出てきたで僕としてはまあ正直ですねみんなよく考えてくれたとは思うんだけどどれもやっぱ僕が懸念してたところを乗り越えてない気がしていてで僕だったらこうしようかなって思ってるアイディアが一番いいんじゃないかなと思ったので分かったと。 で実はまあ僕も自分なりの答えがあったけど一応みんなに聞いたんだとでねみんなのやつ聞いているとこの点がちょっとあのいい印象を与えない気がするとせっかくワークショップに来てくれる人せっかくこの施設を利用してくれる人に対してちょっとねなんか差別化みたいなもの疎外感を感じるかもしれないんで僕だったらこういう感じでやろうと思うんだよねっていう話をしたんですよ僕のアイデアを出したんです。 でそしたら、まあ、そ,のその場にいた何人かはですね、まあ、純粋な人たちだから「確かに」っていうねなるほどうーんそこは思いついてなかったけど確かにそうですねっていう、まあ、そういう感じまああと一人はですね割とそれに近いことを言っていたので、まあ、その人も「 あのまあまあ、まあまあ、私が思ってたのとすごい近くて山崎が考えてるのもすごい近いという顔はしてましたがその時一人の人がですねあそういう話だったんですねって言い始めたんですよそれは何を言ってるのかというとその夕食の会の時にですね実はそのプロジェクトチームのメンバーではない一人が、まあ、たまたま手伝いに来てくれてたので一緒にいてくれたんですよ。 それ自体はすごくいいことなんですけどいいことなんですけど僕は事前になんかこういうこと考えてねっていうふうに言ったのをそのその人以外のメンバーに伝えてたんですでこのメンバーに伝えて代表の人にリーダーにねこのプロジェクトのリーダーにちょっと考えておいてくれっていうふうに言ったらその人はしっかり考えてでそのアイデアを僕に伝えてくれたのでご飯食べてる時にこのメンバー一人一人に聞いたの他の人どう思うのと。 他のの人どう思ううう思っってていうふうに言ってで僕は忘れててその最後の一人がですねここの一人がこのメンバーの中にそもそも入ってなかった人で今日たまたまこのプロジェクトを手伝うために来てくれてた人だってことを忘れていてみんなに聞いて忘れてたんだけどその人にも聞いてみたらその人も私もこう思いますっていうふうに言ったんでまあみんなの意見ね聞いてみたけどちょっとやっぱりダメだと思うと僕はこう思うんだけどっていうふうに出したそ,そんな話なんですよ。 なののでこの最後の人がですね「あそういう話だったんですね」と「私はプロジェクトチームのメンバーに入ってなかったのでちょっと答えがずれちゃってたのかもしれません」っていうようなことを言ったんですね。まあ、事実を伝えてくれたし僕も分かってなかったことを伝えてくれたのでそれは良かったんですけどただ自分のアイデアがそんなにいいアイデアではなかったということに対して私チームの中に入ってなかった だからそれほどのアイディアが出せてなかったんですという言い訳に響いてしまう別に言わなくてもよかったことを言ったってことは何かそこにもしし事前に聞けけてていいいいればももっととアアイデがが出せたのででですすうう響ききまわねちろん僕はそれを聞いた時にはああそうかそうかチームの中入ってなかったかっていうこととその言い訳じみた言葉について。 まあせっかく手伝いに来てくれてもいる人だからそこでとやかく言うことはしなかったんだけれども後々ちゃんとそこは言っといた方が良かったかなって思って今日動画を撮ってるんですよ。それでもし僕がその出したアイディアの後にもし私もそのチームの中に入っていてしっかり考えるんだったら。 もっといいアイデア出せてましたという響きを持った言い訳を口にしてしまっているとこっちはですねあらそうだったのかこの人もっといいアイデア出せる人なのかって勘違いしてしまう可能性がありますね。言い訳がうまくいくとですよ実はどうなるのかというとそういういいアイデア出せる人なんだったら今回の企画ちょっと考えてもらおうアイデア考えてもらおうっていうふうに思ってでその人にちょっと考えてみてって言って。 3日か後ぐらいに「できた?」っていうふうによって聞いてみたアイデアがすごくしょぼかったと落胆するやっぱこの人には無理かなって思っちゃうつまり変に期待値を上げるような言い訳をしてその言い訳を成功させてしまってそっかーごめんごめんプロジェクトチームじゃなかったからいいアイデア出せなかったのねと。 で本来であれば僕が今言ったぐらいのアイデアが出せた人だねっていうふうに勘違いさせることは得策ではないんですよね。そうなんですよね。だから、まあ相づちと言い訳、相づちの仕方を間違えていると勘違いされてできる人と思われてしまうということ、それから言い訳をし続けると言い訳がいいわけになって、いい訳、言い訳成長しちゃう、成功しちゃうとですね、この人はそっかそっか、 本当はできる人なんだっていう期待値だけが上がってしまうんだけど実力が伴わないので期待値だけ上げるっていうことでどっか消えていけるんだったらいいんだけど消えていけない以上はどっっかででその期待されたことを発揮しなななきゃゃいけなくなっちゃうんですよねだから私はそんなにアイデア出せる人ではありませんということがちゃんと伝えられているという状態の方が良かったっていうことになっちゃう。つまり 期待した分だけ落胆でで下がっちゃうんですよあの,元の位置よりも元の位置はこれぐらいだなと思ってたのに言い訳が成功してしまってああなるほどじゃあ本気出せばできる人ねって思われちゃってで実際やらしてみたら全然ダメじゃんって言ってすごい低いところになっちゃったらおいおい言い訳しない方が良かったじゃんっていうそうなっちゃうんですよねでこれも口をついてパッと出てきちゃう人いますよね何人かね。でそれね 何人かには伝えましたねそれも直接だからこのね相づちの仕方を間違えることと言い訳を成功させない方がいいというようなことはこれ社内でもそう言えることですそしてワークショップの場でも同じことになります参加者の期待値を変に上げない方がいいです実力とわならないからそこは聞いててよ,よくなんかもったいないなって思うところですね で最後です。今日オンラインで打ち合わせしてました。別のメンバーと。別のメンバーと。でそこにはまあ何人かメンバーがいたんですけどその人の相づちとかはもうねすごい完璧なんですよ。完璧なんです。なんて言えばいいのかなもう画面の向こうなんですよ。でもわーみたいな感じです。すごーいっていう感じ。へえーさすが 全部私には無理ですけれどもあなたはさすがですねという合図になっていくんですよ。でこれはおだてられてるなって思いながらもうもっといいアイデア出そうってこっち思っちゃいますよね。ええこ,こ,こういうアイデアでいいのじゃあだ,だったらもうちょっと言うよみたいなもうちょっと書くよみたいな <laughs> すっごいご調子に乗ってきちゃう。でもこういう合図ち打って,ってる人はワークショップの参加者はめっちゃみんなやる気にさせるはずだわなと思いながらやっぱり見るんですよ。 でそこには何人かいるんですけどみんな調子を合わせてるんですよみんなでやってるんですあーわーよそれをまあ雰囲気作ってるのはもちろんそこの中のリーダー格なんでしょうけれどもだからもう私たちには無理ですどうぞよろしくお願いしますみたいな感じですで僕がアドバイスした時に「そうなんですよ」とは言わないやっぱりそうですよねっていう顔もしないもっと もっと素直に、もっと従順に、思いもよりませんでした。さすがですね。わあ、すごいへえ、知りませんでした。もうこれの連続ですよ。ただもっと出そうかなと。あのちょっと思いついた。それでねみたいなのがどんどん出てくる。でもそれ全部書き取って、全部自分のものにしていってるんですよ、情報をね。うまいなと思いますよ。すごくうまい。でその人たちはもう 本当に思いいいつかかなな人だったのかもしれないしれでもね、よく見てるとね、思いつく時はめっちゃおもろいこと思いついてるんですよ。だから、分かるんですね。わあすごいっていうふうに、相手を褒めて褒めて、思いもよりませんでしたっていうファシリテーションで、相手をいい気持ちにさせて、相手をやる気にさせて、相手から有益な情報をバンバン取っていって、じゃあ、その取っていった人はアイディア全然出せない人なのかと思いますわね、こっちは。 いいろろ立ててられて気分は良かったよだけど自分の頭では考えられない人たちだねあんたたちはと思うかもしれない思うかもしれないけどすごくだからそうやって下がっちゃってるところちょっとアイデア出してみないよというふうに言ったらめっちゃおもろいこと言うとあれ <laughs> 実力あるんじゃんっていうだからこれ期待値下がってるからすごい人のように思えるんですよ波のアイデア出してもですよましてやちょっといいアイデア出してきたら マジかかよここれ,まぐれかこの人なんでこんなおもろいこと思いつくんだろうってでまた別の時に試してみましたねちょっとまた新しいプロジェクトがあるんだけどさであなただったらどんなふうに進めるって聞いてみたらなかなかのところをスパーンと出してくるわけですよねだからこの期待値が下がりながらなんか実力としては結構上だねっていうのと期待値上げ言い訳を使って上げちゃって そうですよねっていう合図値で「あああなたはもっと分かってたのか」ってあげちゃってで実際アイディア出してみいって言ったら同じレベルのアイディア出しても「おいおい」って下がってしまうというようなコミュニケーションを取ってるとその次の時から頼まなくなっちゃうでしょうね。なななんんかかあの人なんかもう全部考えついいてましたみたたみ合図言っ言り 事前に知らしといてくれれば私だってもっといいアイデア出せましたとか言い訳ばっかりするんだけど実際のところ全然アイデア出せないじゃんっていうふうに思われちゃったらやっぱりプロジェクト任せてもらえるような人にはなれないんですよねだからこれはまあ社内的な話として今日は話をしましたがワークショップの時も全く同じだろうし相づちと言い訳これのね なんか香材のようなもの使い方だな使いこなし方だな愛知と言い訳の使いこなし方っていうのはすごく重要になっていくんじゃないかなっていう気がしますねで、スタジオリのスタッフだったら今言っている人が大体誰と誰と誰なのかっていうのは頭に思い浮かぶんじゃないかと思うんですよもうで実際ね、あのスタジオリのスタッフの中でも一番最後に言った人たちっていうのは僕はすごいなって思うんですが まだその人人たたちがすすすごいいいと思えななもいたりするんですよなんかすごい褒めてばっかりなので人を褒めておだててばっかりの人なのであの人はなんか自分では全然何にもできないけど人にその気にさせていろいろやらしてるだけだなって見ている他のスタッフもいるかもしれませんがでもその人実際アイデア出させたら結構なアイデア出してきたりするんですよね。なのでまあ 表面的なところだけ見てるとちょっと辛いかもしれないですねスタジオの内部でそれぞれの人たちがもっとじっくり見てどうしてこう振る舞ってんだろうみたいなやつをね見抜いていってほしいなと思うんですねお互いにそうするとあえてここではこういう態度になってるなみたいなものとかがすごくよく見えて,見えてきてそれが実はもうコミュニケーションの中の技術だったりするんですよね。 そこってやっぱすごい重要なところだなというふうに思うのでまあ今日はこれ社内用にした方が良かったぐらいかもしれない社内用だったら全員固有名詞出して個人の名前出して言った方がねみんなのためにもなると思うんでずけずけ言おうと思いましたがただまあ対外的にねその人物自体を貶めるのは何の目的でもそんな目的には何となくないしむしろ貶めてるとも思わないので。 なんかそんな話を聞いて「おおそれは私のことだ俺のことだ」というふうに思った人があのやり方を刷新していってくれればいいと思います。そしてこの YouTube チャンネルを見てくれているコミュニティデザインとかやってみようかなとか街づくりやってみようかなと思う人があの自分の相づちのなんかこう振り返りになるとねいいかなと思ったのであえてあの公開という方の動画でこれを。 アップしておううかなといいううに思います40分もしゃべりましたな。長かったな、今回はね。はい。ということで、今日はこの辺にしようと思います。まあ、最後にね、本当はもう一個自分について言っとかなきゃいけないなと思うんですが、40分になっちゃったから、次の動画ぐらいでその話しようかな。はい。というふうにしたいと思います。ありがとうございました。